男です。付き合う前の段階は、複数の女性と仲良くしておくべきですか？一人に固執すると失敗した時に次を見つけるのに時間がかかるのと、その、人以外見えなくなってしまって重くなってしまいます。悪く言うとキープのような関係も作った方がいいですか？とかなんですが、お答えします。はっきり言いますけれども、迷うような相手だったらわざわざ付き合う必要ないと思います。だから別にキープで、まあ、3人ぐらい同時に付き合おうかなと思ってる間は、3人どれとも付き合わなくていいと思います。遊びがいいと思います。もう、他の関係全部なくしてもこの人がいいって思うような関係を見つけなかったら、基本的にはうまくいかないと思いますね。まあ男性ってもともとキープする、動物ではありますが、科学的には、男性がですね、女性と付き合うときに、本命の人と2番目以降の人とは、脳の反応が異なるっていう研究が出てるんですよ。だから、まあ、この子でもこの子でもこの子でもいいな、A でも B でも C でもいいなと思ってる間は、全部2番目以下です。はい。そしたら、その子たちと遊びながら、それを全部捨ててもいいような一人を見つけるってところに労力を使った方がいいと思うので、キープっていうよりか、まあ確かにキープでいいと思うんですけれども、でもキープの中で選ぶのはやめた方がいいです。キープはあくまでキープです。はい。切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から、今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですね。の無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で弾けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録のもお忘れなく。それでは、バイバイ。